こんにちは、スキアレです。今日はですね、私の WRX ちゃんのですねカスタム動画でございます。私のね、WRX ちゃんをもっとかっこよくしようと思ってね、マフラーを買いに来ました。イエーイ。でね、マフラーはね、ここに買いに来ました。じゃん、近藤エンジニアリングさんにね買いに来ました。大阪でございます。1ヶ月に300回ぐらい大阪行ってる気がする鈴木ナールでございます。はい、ではね、早速買いに行きたいと思います。お邪魔します。こんにちは。マフラーちょっと買いに来ました。物は2階にあるんで、はい、はい、あ、2階に。そんな感じなんですね。はい、行きましょうか。じゃん、2階は真っ暗だ。わー、なんかいろいろ置いてある。包丁って感じ。はい、こんな感じでね、お2階にマフラーが置いてあります。じゃあね、私の S4 のマフラーはこちらになりますか。こちらです。 S4 専用って感じになるんですか。車種はスバルの車種、まあ、WRX STI S4 含めですね、各種の各社ですね、一応対応しております。あ、じゃあ何人でも大丈夫よって感じなんですか。基本的にはワンフ作成っていう形になるんで、はい、車種含めいろいろご要望はですね、はい、対応することは可能になってますね。マフラーの種類はこれだけになるんですかね。まあ、これが一応フルチタンのモデルなんですけど、はい、フルステンのモデルですね。ステンがまあこちらになるんですけど、一応だいぶ重量とかも違うものですね。あ、そうなんですね。まあ、よかったらちょっと持ってみてもらったら。あ、持っていいんですか。どうぞ。やったじゃあマフラーはね、ちょっと持ってみてもいいということなので、重さ体験をしていこうかなと思います。こっちがステンです。そうですね、チェンデシマフラーです。あー、普通ですね。普通に、あ、普通に重い。もう持てるぐらいステンです。こっちがチタンのマフラー。そうですね。あ、めっちゃ軽い。すごい。あ、めっちゃ軽い。あ、こんなに軽いんですね。あ、チタンこんな軽いと思いませんでした。すごい。何キロぐらい違うんですか、実際だと。どうなんでしょう、ちょっとちゃんと測ったことがないんでわかんないですけど、もう体感してもらってる通りかなりの重量差があると思いますね。どれぐらいありますか。いや、私感覚でいいんですか。はい、私感覚で言うと、あ、私の飼ってる犬より重いから10キロ以上ありますね、多分これ。で、こっちは、まあ、私の飼ってる犬より全然軽いんで、まあ、10キロ以下。あ、まあ、私調べですね。いや、いいですね。いい。私買うならチタンがいいな。間違ったら。これは何人マフラーになるんですか。これはフルチタンの方ですね。こっちがチタン。はい、こっちがチタン で、はい、でこっちが。そっちもチタンです。こっちもチタン。はい。あれ。ステンレスはどれなんですか。ステンレスはそれです、ね。すいません。ステンはこれなんですね。すね、あ、なるほどなるほど。あ。チタンでもなんか色が入ってるのと入ってないのがあるんですか。そうですね、こっちが一応そのチタンの焼き色ありのバージョンで、うん、まあ、こっちがなしですね。で、これとこれは一応フルチタンのマフラーなんですけど、はい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 、で、こっちのステンのモデルは焼き色ありなしっていうのがちょっと選べなくて、あ、なるほど、こういうの磨きのピカピカした状態で、まあ、仕上がりっていう感じなんですけどね。なんか走っててこう色がついたりとかするんですか。そうですね、まあまあ後でちょっとついてる車両を見てもらえたらなと思うんですけど、どんな自然な焼き色がついてくるようなチタンなので。なるほどね、はい、こっちはなんか自然タイプですね。そうですね、自然にこう焼き色を楽しんでもらえたらな。自然タイプ、私だったらでもこっちのあらかじめ綺麗になってる方がいいな。いいですか、こっちにしましょう。はい、やっぱりこれは何になるんですかね。これはマフラーのサイレンサーって言われるもので、音を小さくするものなんですけど。そういうのもあるんですね。そうなんですよ。で、このフルチタンマフラーの特徴として、うん、サイレンサーに合わせた径でこのセールピース作ってるんで、ガタが出ないんですよね、取り付けても。あ、カタカタしないってことですか。カタカタしないんですよ。カタカタしない。そうなんですよ。まあ、何がすごいかっていうと、うん、まあ、マフラーってこう排気が出るじゃないですか、うん、で、まあ、その時にこのここがこう開いてエンジンとかにこう負担がかからないようなちょっと優れもんのサイレンサーになってるんですけど、まあ、それがこういうふうに、まあ、しっかりこう奥まで。これ装着ってこれで終わりなんですか。これで見えないところに穴を開けてちゃんとビスで止めるような形なんですけど。あー、なるほど、はい、でも普通のサイレンサーと違ってこう奥までズボーっていくんであんまり目立たなくてね、
すごいいいと思うんですけどね。これもマフラー買ったらついてくるんですか？いやこれはちょっとねオプションになるんですけどね。そうなんですよ。わかりました。これはすぐ取り外しができるものになるんですかね？そうですね、もうボルト1本で、あ、そうなんですね、1本か2本で止まってるものなんで、あ、すぐに脱着はできますよ。これをつけておこうかな。そうですね、まあ、つけてるとそうですよね、少しおとなしくはなるので。そうしようかなと思います、はい、これサーキットとか行くぞってなったら全然取れますもんね。そうです。あ、じゃあそうしよう、街中も全然乗るんで私は。そうですね、はい、これいくらぐらいなんですか？これで1万8000円、まあ、2万円しなかった、ね、そんな感じで買えるんですね。あ、じゃあ全然全然、はい、もっと高いと思いました。そうですね、結構ごっつい、ね。こっちはいくらになりますか？それで、10万円弱ぐらいの、はい、イメージで、テールピースだけなんですけど、はい、本来はあのセンターパイプって言って、あ、もっと長いやつになってたんですね。はい、はい、センターパンパイプとかも合わせて20万円ぐらい。そうですね、はい、センターパイプはこれなんですけど、これもチタン？これもフルチタンです。はい、ステンレスはいくらになるんですか？ステンレスはもう少し安くて15万とかそれぐらいだったかな。作ってもらったりとかできるんですか？そうですね、まあ、発送基本的にやってるんで。わかりました、はい、じゃあ発送してつけようかなと思います。でこれはマフラー私の1本出しになるんですよね多分。そうですね、今はデモカーについてるのが2本出し。あ、2本出しもあるんですか？そうですね、一応オプションで選んでもらえるんですけど。あ、そうなんですね。また後で下に車置いてあって見てもらえたらな。わかりました。ちょっと日本出しの方のマフラー、はい、もう見ていこうかなと思います。じゃあね、実際についてる車があるということで見させていただこうかなと思います。ではね、こんな感じで、これは WRX のね STI についてるマフラーになります。先ほど説明させてもらった、はいはい、見えないと思いますけどアクティブサイレンサーですね。あ、若干見えてます。はい、これが一応左右ついてます。あ、これもアクティブサイレンサーついてるんですね。そうです。あ、こんな感じになるんだ。あ、全然目立ちませんね。目立たないでしょ。うん、全然目立たない、はい、これでつける感じなんですか？うん、そうですそうです、これで止まってるだけです、ね。あ、じゃあ素で取れますね、これだったら。あ、よいよい、まあ、これ一応2本出しのモデルなんですけど。1台だけ2本出しなんですか？そうですね、まあ、STI のこの車種のみ一応2本出しの設定があって。なるほど、私の車だと1本出しだけ。1本出し、まあ、2本出しもできますけど。分かりました。さっきまあ見てもらったと思うんですけど、はい、これがまあ使用前といいますか、まあ、焼ける前ですね。で、まあ、これがサーキットちょっと走ってきたところの車なんですけど、うん、僕のチタンの色がこういう形でちょっと青く変わる。めっちゃ全然、超綺麗に変わるんですよ。綺麗でしょ。めっちゃ綺麗、こっちとか紫っぽいし。そうです、ね、こっちなんか青っぽくなってる、うん、ちょっとグラデーションっぽくてね。良い。これ何ですか？これ自分で勝手になるんですか？これはそう、熱が入るとこういう形にこう変色するのが大好きなんで、めっちゃかっこいい。でもこれ普通に運転してたら見えませんけどね。まあ、そうですね。まあ、ここまでがセンターパイプって言われるところですね。なんで商品はここから後ろまで。あー、なるほど、はい、めっちゃかっこいい、はい、で、まあ、オプションでなんですけど、これがまあ ECV って言われる、まあ、車内でこう音量を調整できる。あー、はい、そういうのもあるんですね。そうなんですよ。あ、車内で普通に乗りながらってことですか？そうです。あ、そんなのもあるんだ。はい、それの単品が、まあ、こういうものなんですけどね。これが今こういう形でついてる。あ、これ綺麗なやつだ。そうです、使うとこれも色がつくんですね。これはまあ ここからね、つくんですね。アルミのアダプターとかも前側ですね、うん、フロントパイプのキャタライザーの差し込みがこう逃げるようにこうちょっと加工してあって、で、まあ、そのアルミのスペーサーをかましてこの本体をつける。で、まあ、中でこれワイヤーがこう車内にね行ってるんですけど、こんな感じ。そうですね、こんな感じで、こんな感じでワイヤーがついてる。で、うん、でまあ、引っ張るとこうバタフライ閉まる。閉まる。そう、閉まる。へー、まあ、閉まると音がこう静かになるっていう仕組みなんですけどね。すごい。で、このまあマフラー自体もサイズっていうかその回数ですね、口径が選んでもらえて、あ、ここのですか？そうですそうです。で、今これついてるのは76パイって言われる、まあ、選んでもらえるサイズの中では、中間のサイズになるんですけど、はい、70パイとで、この76パイとで、あと80パイ、まあ、選んでもらえる。これはあれなんですか、うん、なんか大きい方がいいんですか？車の排気量とか、うん、仕様とかに合わせてその
サイズ選んでもらうんですけど、基本的にこのスバルの車は76台多いかなっていう。あ、じゃあ私の車も76で大丈夫ですか？はい、実際着いたところが見れるのはいいですね。そうですね、はい、なんかこれちょっと音聞いてみたいんですけど、そういうのとかできますか？可能ですよ。本当ですか？はい、じゃあちょっとせっかくなんで音も聞いてどんな感じなのかちょっとイメトレしたいと思います。はい、じゃあ、ね、実際こんな感じの音だよっていうことをやっていただけるということでね、私が言うとすごい下手くそだ、やめろって言われたらいいんでやってもらいます。じゃあちょっとエンジンかけてみますね。あ、こんな、マフラー変えてこんな感じのいい音が出ると、いや楽しみ。これはさっきのなんか ECV はやってるんですか？いや、今はもうあの開けた状態で。開けた状態で、はい、どういう感じで変えるんですか？車内に一応ついてるんですけど、これを、あ、そんな感じ引くと音が聞こえる、静かになって戻すと開くんで、ちょっと音が変わるかな。すごい、なんか開けてる状態全然なんか違いますね、やっぱり。そうですね、ちょっとカメラの音があれだからちゃんと分かってるかどうか不安なんですけども、実際は全然ね、なんかもう音が全然違いました、はい、全然違いました。すごい。え、これはなんかその走りながら初めて走っちゃって大丈夫？基本的にこう街中を走るぐらい低回転ですね、うんうんうん、いわゆるぐらいだとまあ問題はないかなっていうところなんですけど、うん、あんまりこう高回転使ってくるようなシチュエーションでは開けてもらった方が、まあ、エンジンにもタービンにも優しいかなっていうところ。基本閉めてるけど、うん、例えばこう駐車するときとか、そうですね、近所さん対策でやってもらえたらいいかな。なるほどね、そういう感じなんですね。ちょっと私もやってみてもいいですか？どうぞ。はい、じゃあちょっとね、どんな感じでなんか使うのかを教えてもらおうかなと思います。これがね、EVC でございます。これでどういう感じで使うんですか？上のポッチを押してもらって、はいはい、でつまみを引く。あ、引く。引く。ちょっと硬いですけど、ね、ちょっと硬いけど、あ、でも全然片手で、うん、いけますね、はい、左手でできる。それこれが閉まってる状態。あ、閉まってる状態。これが開く？それが開く。あ、でもなんか止まってる時は別にそんなに音に、まあそこまで大差はないかなって思いますね。まず一番うるさいのは多分エンジンがかける時とかが結構うるさいんで、 CVT を音をありなしでねちょっと感じてみようかなと思います。普通バージョンでちょっとかけていこうかなと思います。初マニュアル車いけ。なるほどな。バババババってなっております。ちょっとここから CVT ありでちょっとやってみようかなと思います。やってみます。あー、いや結構なんかもう静かに着いたなっていう感じですね。結構変わりますね。これくらいだったら普通の車ですっていうなんかご近所さんにうるさいって言われることもないのかなっていうぐらいで、結構違います。多分このポンコツマイクだからいやーってみんな思ってるかもしれないけど、実際はね全然あれなんで、ぜひ体験してみてほしいなと思います。え、これ動画とかに上がってますか？ YouTube とかに。マフラーの比較動画はまたゆくゆく。あ、そうなんですね、はい、あると思います。ぜひそちらのしっかりした音響の方でちょっと確認してみてください。こちらが私の購入するマフラーになります。なんかもうこの焼き色がついてるということで、もう見てていいよっていうことだったので、ちょっと開けて見てみようかなと思います。いやー楽しみよ。わーすごい、超綺麗。いやーやばい、やばくない？これめっちゃ綺麗。これをなんか自分の車につけて汚したくないなって気持ちになってきちゃった。かわいいんですよ、そんでやばくない？もうだってさ、青紫黄色のめっちゃかっこいいマフラーでございます。いやーやばい。まあね、これを持って帰って、まあ、優勝してもらってつけたいなと思います。はい、じゃあね、いい感じでマフラーの音をもう体験できたので、まあ、こんな感じになるんだよってことが実感できたのでね、早く私のマフラーをね、買えるのも楽しみでございます
これを発送してもらえるということなので送ってもらって、あと打ちつけてこんな感じになったよっていうのをね後で撮りたいと思います。とりあえずバイバイ。